タイの高速道路で横転したトラックの積み荷が散乱し、まるで雪が積もったような光景となりました。高速道路をゆっくりと進んでいく車、その先は一面雪が積もったように真っ白になっています。ただここは一年中気温の高い熱帯の国タイ。道路を埋め尽くしたこの白い物体、実は雪ではなくてスイーツやドリンクでおなじみのタピオカ粉です。事故が起きたのはタイ中部プラチンブリ県にある高速道路です。大型のトレーラーが何らかの原因で横転し、積んでいた大量のタピオカ粉が道路に散乱してしまったということです。